セリカはトヨタ自動車が1970年から2006年まで製造・販売していたハードトップ及びクーペ型の乗用車。日本国内の取扱い販売店はトヨタカローラ店。また、この項目では以下のモデルについても記述する。日本初のスペシャリティカーとして知られ、初代モデルは大ヒットを果たした。歴代モデルには斬新なデザインが採用され、 北米や欧州にも輸出された。また、モータースポーツにおけるベース車両としても長く活躍し、そのモデルライフ間にマカオグランプリ、イムッサ、WRC、パイクスピークヒルクライム、ナスカーなどで優勝を収めるなどの活躍を見せた。派生車種が数多く存在しており、登場当時からカリーナと兄弟車種であったほか、前輪駆動化後はコロナともプラットフォームを、 共有するようになった。通称は、ダルマセリカ、または、ダルマ。由来は、当時としては珍しく、ボディが、ダルマのようにふくよかのため。また、スラントノーズのフロント部を、正面から見ると、ラップアラウンドタイプのメッキバンパーが、ダルマのヒゲ空に見えるからであると言われている。生産台数は41万1815台。1970年12月に登場。 前年の東京モーターショーに出品されたコンセプトカー EX-1 をベースとしている。登場時のボディタイプは独立したトランクルームをお持つ2ドアハードトップクーペのみである。キャッチフレーズは未来の国からやってきたセリカ。同時に誕生したカリーナと車体を共用した。アメリカで大成功したフォードマスタングに習って好みのエンジン、変速機、内装を自由に選べる。 フルチョイスと呼ばれるシステムを採用。ただし、ヤマハ製の 2TG 型 DOHC エンジンを積んだ最上級モデルの 1600GT はフルチョイスの対象外だった。皮肉にも GT の人気が圧倒的に高く、現在でも雑誌などの旧車特集で A20、30型が特集される際は、ほとんどの割合で GT が登場する。 1972年8月のマイナーチェンジでは、リアコンビランプの方向指示器を独立させた上に、アンバーに変更した、ツーピースタイプとなる。燃料タンクの位置が、トランク床下から、後席背後に変更となり、給油口の位置も、リアガーニッシュパネル裏から、リアピラーに変更された。モータースポーツ用ベース車として、サスペンションを強化した 1600GTV を追加した。 1973年4月には前年のモーターショーに出品されたコンセプトカー SV-1 をもとにテールゲートを備えた3ドアリフトバッグが登場している。LB の燃料タンク1は初期のクーペと同じトランク床下であるため給油口はリアの中央ガーニッシュパネル裏にありエンブレムを引いて蓋を開ける。従来からのクーペには 2000cc エンジン搭載車を追加。 LB では 1600cc オフ、1600ccDOHC、2000cc サイチェシー、2000ccDOHC の計4機種のエンジンが設定され、とりわけ高性能版の 2000ccDOHC を積んだ LB2000GT の人気が高かった。1974年1月のマイナーチェンジで、クーペのフロントノーズのデザインがエンジンフードの長い LB のものに統一される。 クーペに 2000GT 追加、1600GT のホイールキャップが廃止された。1975年には、昭和50年排出ガス規制への対策に伴い、シリーズ全体のマイナーチェンジを実施。この時、主として、排ガス対策機器を収めるため、ボディサイズは、全長 25mm、全幅 10mm、ホイールベース 70mm、 フロントトレッド 50mm とそれぞれ拡大され、室内も従来のイメージを残しつつ、ダッシュボードが大きく変更された。また LB の一部グレードには、衝撃吸収バンパーが設定されている。その一方で1400オフモデルや 1600DOHC モデルは廃止された。1976年には 2000CCDOHC 搭載モデルが、 昭和51年度排出ガス規制適合車となる。モデル末期の1977年には特別使用車としてブラックセリカが登場した。なお、最終型の時点で形式が A30 型に統一されている。1977年8月、2代目にフルモデルチェンジ。先代と同じくプラットフォームはカリーナと共通。ドアは 先代と同じサッシュレスタイプで、センターピラー付けのボディ構造となる。この台より、トヨタアメリカのデザインオフィスである、キャルティデザインリサーチがスタイリングを担当。空力重視のスタイリングであり、日本初の3時元局面サイドガラスが採用された。当初の搭載エンジンのラインアップは 1.6L の 2TU 型、および 12TU 型、2T ゲー型、1.8L の 3TU 型。 2.0L の 18RU 型および 18RGU 型の計6種類が用意されていた。1977年11月 1.8L モデルの MT 車用のエンジンが 3TU 型から昭和53年排出ガス規制適合の 13TU 型に差し替えとなる。1978年3月にはリフトバックに3ルーフ付きを加え、翌4月には 米国市場でのタイフェアレディ Z を主眼にした上級モデルのセリーカ XX が登場する。1978年5月、1600GT を除く 1.6L モデルに3足 AT 車が追加される。同時に 1.8L モデルの3足 AT 車用のエンジンが 3TU 型から 13TU 型に差し替えとなる。1600GT に搭載される 2T ゲウ。 ガタエンジンが昭和53年排出ガス規制適合。110PS から 115PS に出力が向上。これに伴い GTK グレードに標準装備されていた衝撃吸収ウレタンバンバーが GTK グレード以外の全グレードでメーカーオプション扱いで設定される。1978年9月一部改良。 1.8L の 3TEU 型エンジン搭載の 1800STEFI、1800XTEFI が追加。当初は 5MT のみの設定。昭和53年排出ガス規制適合。同時に、2000GT の 18RGEU 型エンジンの EFI 化により、昭和53年排出ガス規制適合。また、18RU 型エンジンも 21R。 夕方に変更、昭和53年排出ガス規制適合。全グレードが昭和53年排出ガス規制に対応完了。これに伴い、リアオーナメントがトヨタからトヨタセレッカに変更となる。1979年8月、マイナーチェンジ。フロントグリルが変更され、ヘッドライト。他の変更点は、外観では、 センターピラーリアコンビネーションランプ車体もエンジン前のフレームが変更されている。このマイナーチェンジ時のキャッチコピーは、名ばかりの GT たちは、道を開ける。これは、DOHC エンジンを設定していたセルカに対し、直列6気筒再チェシーエンジンを搭載して、GT を名乗っていた、日産、スカイラインを挑発したものであった。1980年1月、 4ドアセダンのセリカカムリが登場する。こちらはカリーナの姉妹車である。1980年8月、g t 系リフトバックのみ、リアサスペンションがこれまでの4リンクコイルリジット式から、セリカ XX 同様、セミトレーリングアーム式に変更。リフトバックのみ変更。セミトレーリングアーム車は A50 系。セミトレーリングアームのみ、ホイールも14インチに拡大された。 また、21RU 型エンジン搭載車の AT が、これまでの3速 AT から4速 AT に変更される。販売終了前月までの国内、新車登録台数の累計は、XX を含めて137,165台。1981年7月にモデルチェンジ。車台は、カリーナやコロナと共通。仙台より一層。 スペシャルティカーの要素を強めて登場した。キャッチコピーは世界新セレッカソアラが誕生したことにより、こちらは XX シリーズも含めてターゲットを従来より若い世代へシフトしている。直線的なラインで鋭いウェジシェイプを描く4気筒系ボディは先代同様にリフトバックとクーペの2種類。エンジンは 1600ccDOHCEFI-1。 800cc サイチェシーシングルキャブレター 1800cc オフ EFI2000ccDOHCEFI の計4種類となる。登場当初は4気筒系ボディ全車に日本車初となるライズアップ式ヘッドランプが採用されていたが1983年のマイナーチェンジでリトラクタブル式ヘッドランプに変更となる。このモデルは2010年現在 日本車として唯一のポップアップ式ヘッドランプの採用例となっている。1982年9月 2000ccd チェシーに代わって 1800cc ツインカムターボ GTTK が追加された。時同じくして姉妹車種のコロナカリーナにも同名のグレードが追加設定された。1982年10月には WRC グループ B ホモロゲーション用の GT TS が200台販売された。1982年までは RA63 型にて参戦していた WRC は1983年からは日本初のツインカムターボエンジンである 3TG2 を拡大した 4TG2 をさらに 2090cc までボア,アップし 370PS を絞り出す TA64 型にて WRC に参戦。 1984年から1986年まで、モンスターマシンが顔を揃えるグループ B 時代のサファリラリーで3連覇を飾った。1983年8月のマイナーチェンジでは、ドアミラーの標準装備、GTK260 扁平タイヤを採用。1600ccDOHC のエンジンが 2T、ゲウから 4A ゲウに変更。 これに伴い 1800cc オフ EFI の 3TEU が廃止された。なお、このモデルは2代目セリカ XX とほぼ同時期に発売されたため、セリカ XX の人気の影に隠れる形となってしまった。そのため、セリカとしてはマイナーなモデルとなっている。TA61 型をベースにしたコンバーチブルが、 北米市場向けに生産されており、1985年に貿易摩擦解消のため9台限定で日本でも販売されている。販売終了前月までの新車登録台数の累計は15万1297台。ツインカムターボが登場した1ヶ月後の1982年10月にグループ B カーとなる GTTS が発売された。 この車は当時のフィザのグループ B カーの元となる200台生産が要求される型であり、この中からさらに高度な改造を施した20台のエボリューションモデルを製造することができた。純粋なラリーカーのベース使用者であり、改造を前提とした簡素なモデルのために、価格も市販量産型の GTT よりも10万円安価な169万円である。同時期に、 日産自動車が同様の目的で準備した日産 240RS が改造を要しないラリー仕様で200台生産されたこととは対照的な手法をとった。エンジンは市販型 1770cc の 3TG2 型のボアを 0.5mm 拡大しボア 85.5× ストローク 78.0mm とした排気量 1791cc の 4T G2 型が搭載された。これは競技規定で、ターボチャージャー付きエンジンは、係数1.4をかけた値の排気量でクラス分け、されるため 3T G2 型では 2500cc 未満のクラスに入れられてしまうことを避け、タイヤ金のより広い 3000cc 未満のクラスに入れるようにという配慮からである。エンジンに関する変更はこのボア拡大のみで 160hp、6000rpm。 21.0MKG、21. 4800RPM といった値は 3TG2 型と同じ。当時の4気筒エンジン搭載のセリカの市販車には、後輪サスペンションが上位グレードの独立型セミトレーリングアームと、下位グレードの固定型4リンク式リジットの2種類があった。ツインカムターボエンジン搭載の市販車は全て全車で、GTTS は、 解像度の高さとラリー競技での整備性の高さから固定型サスペンションを採用していた。ボディもスポイラーやオーバーフェンダーといった付加物は装着されておらずフロントフェンダーの素材が後半から RRIM と呼ばれるウレタン樹脂になったのが唯一の変更点である。車両重量は主にリアサスペンションの変更により標準の GTT よりも 約 35kg 軽量化された 1110kg となっていた。1985年8月、4代目にモデルチェンジし、前輪駆動への大変革となった。FF コロナ、カリーナのフロアパンをベースにしているため、形式も T となり、セルカにはコロナクーペとカリーナ ED という姉妹車も生まれた。流面型、発見ルの広告コピーが象徴するように、スタイリングは、 先代モデルを流動感ある曲線で滑らかに成形したかのようなラインを採用し、その後のトヨタ車やダイハツのクーペ風景自動車、リーザにも影響を与えた。クーペはコロナハードトップと統合されコロナクーペとなり、ボディタイプはリフトバックのみとなった。なお、トヨタでは4代目からリフトバックのことをクーペと呼ぶようになった。1986年には、 トヨタ発のベベルギア屋式センターデフを持つフルタイム 4WD である排気量 2000cc の GT4 が登場した。1987年8月のマイナーチェンジでは 2000cc16 バルブ車が追加。1600ccD チェシー車は廃止。同時に GT4 のセンターデフ手動でフローックがビスカスカップリングによる作動制限に変更された。 1987年10月にはトランクルームを持つ専用ボディのコンバーチブルが日本でも正式にラインナップに加わり 3SFE エンジンを搭載して発売された。コンバーチブルは米国の ASC によってオープン化改造を行っており太平洋を往復する生産ラインが後のモデルのコンバーチブルでも継承されることになった。 1988年5月には 1800cc 車も DOHC 化され、これでセリカ全車が DOHC 化された。生産終了前月までの新車登録台数の累計は39,992台。1989年9月、セリカは5代目にモデルチェンジ。CM にアメリカの俳優エディ・マーフィを起用。先代のイメージを踏襲しつつ、 ニューエアロフォルムと呼ばれる未来感覚にあふれる個性的なスタイリングをまとって登場した。プラットフォームは仙台をベースとしていながらサスペンションのリファインが行われて剛性が挙げられている。さらにフルタイム 4WD である GT4 のリアデフには日本初のトルセンリミテッドスリップデフを装着した。限定車として油圧制御式アクティブサスペンション装着車が用意された。 オーディオは10スピーカーのスーパーライブサウンドシステムがオプション設定された。2ドアクーペも用意され、アメリカやカナダ等の北米地域で販売された。ラリー競技への参加用車両として、クロスミッションを標準装備した、ラリーベースグレード GT4 ラリーが設定された。オーディオ、エアコン、パワーウィンドウなどの快適装備が省略された以外にも、標準装備されるタイヤは、 他のグレードよりも1サイズ細いものが装着され、アルミホイールはオプション設定もされなかった。1990年8月には、先代と同様に輸出使用車のみの設定のクーペボディを ASC によって改造されたコンバーチブルを追加した。3SG 型エンジンとデュアルモード4、WS が搭載され、上級グレードとして本革シートを装備したタイプ G が、 新たに設定された。GT4 には前後ブリスターフェンダーにより、ワイドボディ化された GT4A が登場した。A はアドバンスを意味する。1991年8月には、リアコンビネーションランプやフロントとリアの細部の衣装が変更された。ドア内にサイドインパクトビームが追加され、後席三点式、シートベルトが装備された。トランスミッションはシンクロナイザーが強化されるなどの、 マイナーチェンジが実施された。標準ボディとワイドボディ2種類が混在していた GT4 はすべてワイドボディ化され、GT4A はラインナップから消滅した。また GT4 は標準装備のタイヤとホイールが15インチ化されている。同年9月、WRC 用のホモロゲーションモデル GT4、RC が発表された。生産台数はグループ A 規定の5000台で、 日本国内ではそのうちの1800台が販売された。輸出モデルはカルロスサインツリミテッドエディションと呼ばれた。1992年8月にはダークブルーマイカメタリックのボディに青いホロのリミテッド300も国内300台限定販売された。1993年9月生産終了。在庫販売のみとなる。 1993年10月から6代目と入れ替わる形で販売終了。販売終了前月までの新車登録台数の累計は74,115台。1993年10月に販売が開始された6代目のセリカはより一層高められたスポーツ性を特徴とした。全モデル3ナンバーサイズとなったシーは新しい設計で合成が向上。 カリーナ ED とコロナエクシブと共用される。重量は逆に 20kg 程度軽量化されている。まずは、ナ、モデルが先行発売され、ラインナップは、ハイメカツインカム 3SFE 搭載の SSI と、スポーティツインカム 3SGE 搭載の SSII の2グレードが発売された。また、SSII には、セリカとしては、 初採用のスーパーストラットサスペンション装着モデルも用意された。スーパーストラットモデルの MT 車にはビスカス LSD が搭載され、オプションでスポーツ ABS も選択可能とし、さらなるスポーツドライビングを実現した。2ドアクーペも用意され、アメリカやカナダ等の北米地域で販売された。1994年2月には、 新しい WRC ホモロゲーションモデルの GT4 が登場。搭載されるツインカムターボ 3SGTE は、レーザークラッドバルブシートや、インジェクター容量の拡大、メタルガスケットの採用、D ジェットの燃料供給方式や、水冷式インタークーラーなどにより 255PS となった。駆動方式は、仙台同様、フルタイム 4WD だが、 スーパーストラットサスペンションを装着しブレーキも対抗、4ポット、対抗2ポットのアルミキャリパー4輪、ベンチレーテッドディスクとなり、制動力も向上した。また、大型リアスポイラーや、フードやスクープ、ウォータースプレー、ミスファイアリングシステムなどを装備した WRC 使用車が国内限定2100台販売された。この GT4 は、 TTE のオベアンダーソン監督の意見を取り入れて作られていた。1994年9月には日本市場向け量産型としては3代目となるコンバーチブルを発売。ASC が引き続き手掛けた電動ホロ開閉装置は先代までの油圧式からオール電動モーターに変更され3分割のレールが外側に広がりながら重なり合うアウターホールド機構の採用で 小スペース化を実現。後部座席幅が2 6 0ト、mm、ル広がり、大人男性2人でも窮屈にならない程度に改善された。また、リアウィンドウに初めてガラスを採用。ホロを閉じた状態は、クーペタイプに見劣りしないスマートなシルエットとなった。ボディはクーペと異なり、サンドアリフトバックではなく、ノッチバックボディを採用していることが一番の特徴であろう。 これにより、クーペタイプとほぼ変わらない重量と剛性を実現している。ST202C は、ST183C などと同様に、北米仕様のセリカクーペをベースとしているため、ST200 型セリカクーペのフロントマスクを日本独自のデザインにして販売していたカレントは、トランクパネルやテールランプなど、リア周辺の部品が共通している。年月には、 エンジン改良等のマイナーチェンジが行われ、特に SS2、SS3 に搭載される 3SGE エンジンは、マイナーチェンジの枠を大きく超える改良が施された。3SGE のエンジン本体の変更点は、VVTI 採用のビームスとなったことが挙げられる。VVTI 採用に伴って、オイルポンプの塗出量の増量化、オイル通路の新設、プーリーの追加、 タイミングベルトカバーの形状変更、タイミングベルトの波数、材質の最適化、駅の変更などが余儀なくされた。その他、エンジン関係の変更点としては、シリンダーヘッドガスケットのメタル化や、シリンダーヘッドの形状変更、バルブハサミ角の変更、ピストンの軽量化、インジェクター噴射口数の増加、ダイレクトイグニッションの採用など、枚挙にいとまがない。 エンジンのみならず、同時に、補機類にも数々の改良が加えられている。補機類の変更点としては、熱線式、エアフロメーターの採用、サージタンク容量の拡大、フライホイールの軽量化、スロットレボア系の拡大、インテークポートにポートファンネル形状の採用、ステンレス製液マニの採用、液マニの登場化、触媒の小型化、新ダイアグノーシスの採用、 熱外警告装置の廃止などがある。以上のようなフルモデルチェンジに迫る改良の結果、最高出力と燃費を大幅に向上させている。同時に、エクステリアも変更を受け、マルチリフレクタープロジェクターヘッドライトを採用。GT4 と SS3 には、大型リアスポイラーやサイドマッドカードが標準装備された。インテリアの変更点は、メタル調パネルの採用や、 エアバッグの小型化、ホワイトメーターの採用などがある。以上のような目まぐるしい改良が行われたにもかかわらず、販売的には苦戦を強いられ、わずか1年半後には、時期モデルにバトンタッチすることになった。GT4 とコンバーチブルは、時期モデルの ZZT230 系は、市販に至らず、ST200 型が最終モデルとなった。H ケースの手によってチューンされた。 ST202 型は日本産 FF 車として初めて0から400メートル加速で10秒を切るタイムを出した。1999年8月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。販売終了前月までの新車登録台数の累計は89,810台。1999年9月に7台目と入れ替わる形で販売終了。 その後のトヨタの 4WD スポーツカーは2020年販売開始の GR ヤリスまで待つこととなる。1999年9月にフルモデルチェンジ。ケルティが外装デザインを手掛けた縦長のヘッドランプと短めの角張った段差を持ったリアデッキが特徴。ダウンサイジングしたボディは前輪駆動専用設計となっており、ロングホイールベース、ショートオーバーハングとなり、 高速走行時の安定性向上が図られている。また、路面追従性、運動性を高めるためにリアサスペンション形式がバイ倍ハ把握する式ダブルウィッシュボーンとなっている。すでに同一プラットフォームの FFCO リアサスペンションはコスト等の兼ね合いからトーションビームの固定車軸となっており、ハンドリングが重視されるスポーティーカーには不向きであったため、同プラットフォームを用いた 既存の5代目ビスタ、およびビスタールデオの各 4WD 仕様をベースに仕立てたものである。同様の手法は、後の3代目カルディナや2代目アベンシス、初代オーリスの兄弟車のブレードでも行われている。新設計のダブルゼータ系エンジンは、仙台から 200cc 排気量ダウンした 1800cc となるも、トップグレード SS2 が搭載する2ダブルゼータ GE 型エンジンは、 連続可変バルブタイミングリフト機構を備え、190PS を発揮する。エントリーグレードの SSI は実用エンジンの1、ダブル贅体フリー型を搭載しているが、同型エンジンを積む車種の中では最も出力の高い 145PS となっている。なお、環境性能は SSI、SS2 SS ともに一つの、平成12年基準排出ガス25%低減レベルとなっている。 軽量化と自然吸気エンジンへの回帰は開発時期が重なっていた MRS でも同様であり、パワードライブトレーンを共有する両者は一部の実験データも共有している。共にそのハンドリングは特にイギリスでの評価が高い。GT4 が廃止され、車格の低いカローラレビン、スプリンタートレーノとの統合が図られ、排気量も小さくしたこともあって、 ライトウェイトクーペへとコンセプト変更している。その結果、同グレードの先代から60から9 0ラムの軽量化を果たしている。特に SSI の MT 車に至っては、車両重量1 0 9 0ラムと SS2 の MT 車よりも3 0ラム軽く、スーパーストラットパッケージ車と比較で5 0ラムの差が発生している。SSI では SS2 と比べて内装、 外装適度に省略、簡略化し、低価格を実現している。SS2 との使用、装備の差は、1WZFE 型、エンジン、リアはディスクでなく、ドラムブレーキ、電動格納が省略された、ドアミラー、マニュアルエアコン、本側でなく、ウレタンステアリングとウレタンシフトノブ、リアスポイラーなし、マフラーカッターなし、60変平。これにより、 SSI は発売当初で標準価格は168万円となった。ただし、その後のマイナーチェンジにより価格が若干上がっている。2006年4月、販売終了。ここまでの国内新車登録台数の累計は27,013台。これによりセリカは7代36年の歴史に幕を閉じた。ただし北米ではサイオントンカーボンの名前で、 セリカ同様の4気筒 FF2 ドアスポーツクーペが2004年から2016年まで1代目、2代目を経て販売されていた。スパ24時間に参戦するセリカ 1600GT、トヨタがアンダーソンモータースポーツと契約して最初のラリーであるラックラリーに TA22 型セリカでデビュー9位で入賞した。 翌年開幕した WRC には最高出力を 135PS まで上げた TA22 型で参戦。1974年からはカローラ・レビンがメインとなりセリカはサブ車両となるが1976年からは再びセリカにメイン車両を戻した。エンジンは 18RG を 1968CC にボアアップ、最高出力 200PS。 1978年まで活躍した。また1972年には三崎清が 1600GT を借り、マカオ GP で初のクラス優勝を達成。1973年にはニュルブルクリンク6時間レースとスパ24時間レースでもクラス優勝を収めるなど、世界中でセリカは活躍を見せた。1977年にはドイツツーリングカー選手権に、 シュニッツァーが製作した RA20 ベースの競り替えビ B ターボが GR5 クラスへ出場した。また、これを1979年にトムスが輸入し、日本国内レースでも活躍している。詳細は、トヨタ競り替えビ B ターボを参照1978年 WRC の戦、コラリーから RA40 型が参戦。1981年には、 アイボリー・コーストラリーにて準優勝を飾る。なお、1979年のラックラリーから DOHC4 バルブのエンジン使用が許可されたため、ベース車両は RA63 型に移行。1982年のニュージーランドでアウィクワ・トロゼを破って優勝を収めている。また、1977年の F1 日本 GP でオフィシャルカーとして、 LB モデルが使用された。1984年のサファリラリーで優勝した TA64 それまでの RA63 のグループ4カーを代替する競技車両として前年に発売された200台生産の GT-TS から高度な競技専用の改造を施した20台のエボリューションモデルが西ドイツのケルンを本拠地とするトヨタチームヨーロッパで1984年に 製造され、グループ B の公認を取得することになった。エンジンの開発とテストは日本で行い、車両の開発はドイツの TTE で行った。エンジンは、ベースの排気量 1791cc の 4TG2 型を、ボアファイ89ストローク 84mm として、規定一杯の 2090cc まで拡大した360エバリギ、8000rpm。 35.0MKG、5200RPM 35. の 4TGT 回となった。ターボチャージャーはそれまで、他のセリカのレースカーで使用していた、エアリサーチ社のものからラリー競技での実績や、サービス性を考慮して、TTE と同じドイツの KK 形成、K27 型を採用した。吸気側のインタークーラーに備えた、リリーフバルブと高度調整装置付きウェイストゲートバルブ。 によりかなる気圧環境下でも0 8キログラム、平方センチメートルの下級圧を保つことができた。燃料供給方式は、トヨタグループの日本電装製の EFI、電化方式も日本電装製の電子制御餌を採用した。ターボチャージャー以外にもレース用部品を多用しており、変速機は、トヨタとヒューランドが共同開発した、ドグクラッチ式5速、マニュアルトランスミッション。 クラッチは、ボーグベック製、デファレンシャルと、後輪車軸は、ソールズベリー製、ブレーキは4ピストンキャリパーの AP ロッキード製を使用していた。タイヤは、ピレリ製の全165から16、595から15という体型細身のものを採用し、ホイールは当初マグライト製を使用していたが、後にスピードライン製に変更した。ボディガーでは、 前後重量配分を改善すべくエンジン、変速機の位置を後方へ 100mm 移動させ、トランクリット上にはトランク内に設置されたドライサンプ式、オイルタンク用のオイルクーラーが搭載していた。市販車ではライズアップ式であったヘッドライトが重量と信頼性を重視した固定式となり、大きく張り出した前後のフェンダーを含む多くの外反が軽量な樹脂製に交換されていた。 後輪駆動の TA64 はアフリカのラリーで進化を発揮し、1984から1986年のサファリラリー、1983.1985、1986年のアイボリーコーストラリー、1986年のコートジボワールラリーで優勝を飾っている。また日本初のグループシーカーとしてトムスとドームが 共同開発したマシンのベース車両も整理下であった。グループ B とグループ S 構想が急遽廃止されたため、1987年のトヨタチームヨーロッパはスープラを ST165 型までのつなぎとした。5000台の販売規定をクリアした1988年にようやく X トラック性6足ミッションを搭載した ST165 型の GT4 を投入した。 しかし他メーカーとは違い、ラリーで使うことを想定して開発されたわけではない。ST165 型の開発は難航した。ユハカンクネンは、最初にドライブした時このマシンの蘇生、フィーリングを高く評価したが、一方で、エンジンパワーと信頼性の不足に悩まされ続けた。しかし 4WD 技術、信頼性、軽量化、セッティングなど様々な面での熟成が進んだ末、 1990年に、ついにランチアの画城を破り、カルロス・サインツが、日本車初の WRC タイトルをもたらし、並行参戦していた、アジアパシフィックラリー選手権でも、サインツがチャンピオンとなった。また、T160 型は、TRDUSA と、オールアメリカンレーサーズによって、イムッサの GTO クラスにも投入され、1987年に、 クラスチャンピオンとなる活躍を見せた。WRC2 冠を獲得した ST1851992 年に WRC に登場。空冷式インタークーラーとツインエントリーセラミックタービンを搭載した標準の GT4 に対し GT4RC は冷却性能が車両の姿勢に左右されにくい。水冷式インタークーラーと耐久性を重視して 金属製のタービンブレードを使用したターボチャージャーが搭載された。ワイドボディカによりタイヤ選択の幅が広がり、ブレーキサイズの拡大により制動力が向上。1992年に再びカルロスサインツがドライバーズタイトルを獲得すると、1993年にはユハカンクネンと共に日本車初となる WRC マニファクチャラーズに加え、やはり 日本車初となるドライバーズとのダブルタイトルをもたらした。1994年パイクスピークで総合優勝したセリカ GT オードターボ。実際のセリカとの共通点はウィンドウのみ。WRC では1994年の線、コラリーから参戦予定だったが、直前になっても車両の開発状況が思わしくなかった。特にスーパーストラットサスによる ハンドリングチューンは難航し、結局ラリーオーストラリアでのデビューとなる。この年は前半が ST185 であったこともあり、トヨタにとって2年連続2完成派となった。また同年はディリエ・オリオールがフランス人初のドライバーズチャンピオンに輝いている。しかし、重い車体と決まらないハンドリング、縮小されたリストリクターによる出力低下に、 チームとドライバーは悩まされ続け、WRC の勝利は1995年のツールドコルスのみ。コルシカでは最低重量を下回るまで軽量化が進むが、出力低下には対応できず、同年のラリーカタルーニャでリストリクターに車両規定に違反する細工が施されていたことが発覚。これはターボをクランプするとリストリクターがスライドし、 その隙間から多量の吸気を得られるというものであった。結果、この年の全ポイント剥奪及び WRC への1年間の出場停止処分が FIA によって下され、ST205 型でのトヨタの WRC 活動は2年足らずで終了した。出場停止期間に加えもう1年活動を実主的に休止したトヨタは1998年に WRC に復帰するが、 新規定である WR カーのカローラ WRC を採用したため結局セリカでのワークス活動は1995年が最後となっているこのようにセリカのモータースポーツ紙ではお天のような扱いを受けている ST205 型だがアルミン・シュバルツがヨーロッパラリー選手権で総合チャンピオンを獲得しているほか j g, g t c の GT300 クラスでも レーシングプロジェクトバンドが運用し2度の優勝を挙げている。2000年にトヨタがナスカーの統括するレースに初挑戦する際のベース車両として用いられた。V6 エンジンを搭載したストックカーのセリカは2001と2002年にランキング2位となり2003年にドライバーズチャンピオンを獲得した。スーパー GT の GT300 クラスには ZZT231 型セリカが2003年第3戦から登場。2003年度はウェッツスポーツシグマダンロップの2チームがセリカを投入した。3S GTE エンジンフロントダブルイッシュボーンサスペンション等多くのコンポーネントを前年の GT500 スープラから流用し、FR 化された GT300 セリカはデビューシーズンで 両チーム合わせて4勝を上げるなど結果を見せた。しかし、期待された2004年シーズン以降、コーナリングマシンとした車の特性もあり、絶対的なスピード不足に苦しむなど開発も難航。それでも、ウェッツスポーツにより2008年、第2戦まで、ZZT231 セリカが使用された。トヨタでは、工場見学記念品として、 見学に来た子供向けにモデルカーを配布しており、2014年現在は三代目プリウスがモデルとなっている。それ以前は歴代プリウス 2000GT だった。しかし、トヨタに寄せられたセリカもあったとの声を受け調査が行われ、記録や図面、金型は残っていなかったが、最近になって偶然ゴミの中から実物が発見されたため、幻のモデルカーの実在が確かめられた。 このモデルカーは、現在歴代のモデルカーとともに、豊田会館で展示されている。展示の説明では1970年から2000、GT であったとされていて、セリカの配布がいつ頃行われていたかは、記録が残ってないために明示されていない。松戸や弓の時のないホテル収録局の、よそゆき顔でには、観音崎の歩道橋といった具体的な地名とともに、白いセリカと本社種が、 具体的に挙げられている。なお、このアルバムが登場したのは1980年である。ありがとうございます。